その日は随分と平凡で明るさあるない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、あの話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは、その外は大きな鳥たちが空を覆い尽くしてく渋滞中に、カスキを飲み込んでどこかへと向かってる。やりかけてたゲームは脳性物、机にほぼ手つかず参考書、震える体をいなすようにすぐにヘッドホンをした。プレイナーはテスト項目のタイトル不明のナンバーが途端に耳元流れ出した。君が降りたいでしょ、うごめき出す世界会場を波打つように揺れるまでの紛れもないこの声はどう聞いても聞き飽きた自分の声だ。あの丘を越えたら20秒でその意味を嫌でも知ることになるよ。疑わないで耳を澄ませたら20秒先へ。神父を追い抜いてただ一人目指すのは逆方向、あの丘の向こうへと。ヘッドホンからいて声がして、あと12分だよと告げる。このまま全て消え去ってしまうならもうすべはないだろう。ざわめき出す悲鳴合唱を涙目になってかすめる10秒。疑いたいけど誰がどうやっても終わらない人類参加。駆け抜けろもう残り1分だ、その言葉ももう聞こえないくらいに。目指していた丘の向こうはすぐ目の前に。息も絶えていたどり着いたんだ、空を映し出す壁の前に。その紅白衣の科学者たちは素晴らしいと手を振った。そこから見る街の風景はまるで実験施設のようでさ、多く必要な科学者は片手間に爆弾を投げた。箱の中の小さな世界で今までずっと生きてきたんだなと。追いつきてく街だったものをただぼっと見る耳元でヘッドホン。